皆さん、なかなか下っ腹のお肉が取れないことで悩んでませんかダイエットは成功してきたりとか、まあ、体重は落ちてきてるけれど、お腹だけ、特に下っ腹だけはですね、なかなか落ちないっていうですね、お悩みが多くて、特に BMI というまあ数値が、まあ、22が標準なんですけど、 それぐらいまで落ちてるのにお腹だけなんかちょっとこう幼児体系じゃないですけどポコッと残ってしまってるっていうですねお悩,みお悩みをよくあの私寄せられるので今回はですねその下っ腹のお肉について実はその下っ腹のお肉あることをすることで簡単に解決することができますその方法を今回特別に教えちゃいます ということで、それを知ることの第一歩としてですね、この太る仕組みっていうのをちょっとね、皆さんに一緒にイメージしていただきたいなと思って、今回はこの動画を作りました。はい。太る仕組みっていうのはですね、まあ、僕なりに、あのー、まあ、いろいろな動画とか上がってますとか、本とか出てますけど、まあ、主に何て言うんですかね、うん僕の場合は、あのー、多くの、 クライアントさんを、あのー、見てきた、まあ、経験値とそこからの実践をもとに、えー、今回こういう動画を作っております、はい。太る仕組みって何で太るんですかっていうですね。まあ、あの体っていうところを考えると大きく分けて構造的な部分と機能的な部分、この2つに分かれると思うんですよね。まあ、構造的っていうとこう見た目になると思うんですが、まずこの3つのパターンですね。見た目、行動パターン。 現象を本当にざっくりとした形です。まあ、見た目っていうとこんな感じで、まあ、体型ボディーラインが崩れてきますよ。そんなのどんなのがありますかっていうとです、ね、上から。まあ、今言ったお腹、まあ、ぽっこりお腹、下っ腹だけプリプリになってるとかですね。三段腹ってよく言いますよね。昔、僕も昔三段腹だったんですけど <laughs>、はい、浮き輪肉とか、くたびれたウエスト、まあ、たるんだお肉とか、ズボンからはみ出る はみに行くとかですね。そういうのもあるかもしれないですね。まあ他にと足とかは大根足とか、お尻が下がってるとか、お尻がたるんでるとか、ももとふくらはぎのラインが一緒とか、足がもうズドンってなってるみたいなんですね。足のラインにメリハリがないとか、まあ、よくありますよね。背中で言うと肩甲骨がないとかね、よく言われるんですけど、ないわけないんですけどね。あのなかったらあなたはあの手が上がらないですし、 あの手という機能が失われている状態になってしまうので <laughs>、まあまあそれはないんですが、まあ見えないというところですね、埋もれているという肉背中の肉がすごい、これは後ろ姿がもうあのとてつもないことになっているみたいなんですね。まあ服から肉がこぼれる。逆ですね、服からこぼれる肉ですよね。はみ肉。結構、まあ動脈とか着るとですね、この脇のところから肉がはみ出てそれが気になるとかね、あの花嫁さんはよく言いますね。 後ろ姿で全部だと分かると。もう、あのー、歩き姿が全部みたいなんですね、人はたくさんじゃないですね。まあ、分かりますよね。そう、なんか後ろ指たたれ、疲れるみたいなね、嫌な経験がされたと思いますし、まあ、そういったもう見た目の、こう、ね、トラウマみたいなのここまで行ってる方もいますからね。まあ、肩とか胸で言うと、まあ、二人の手がタプタプするとか、あのー、胸が垂れてしまうとか。 あーまあ、そういうところがあるかなというところ。あとはまあ顔、まあ顎の下、顎の下の肉が気になるとか、まあ、二重顎になってしまうとかです、このようなこう状態になっているわけですよね。はい、で今日はあの下っ腹プリンプリンスタイルについてちょっとお話をするんですが、この大方の概要を理解しないと、そこだけにアプローチしてもです、ね、結局まだ元に戻ってしまうという心霊パターンになってしまうので。 まあそういう方々って、こうなった人たちどうなったこのパターンが多いのかみたいなところで言って、大体食べ過ぎ飲み過ぎみたいな。会食が多いとか、お酒大好きとか、なかなかそれはやめられないとかですね、こういう関係が広いとか、ビジネス仕事上仕方ないとか言ってますけど、本当に仕方ないのかっていうふうにまあ若干思ってしまいますよね。僕もお酒飲んだりとかそういう食事、会食は好きですけども、 食べるって、だってあね、あの他の人がスプーンを持ってって、口に入れてくるわけじゃないので、自分で制限できるよねとか、飲み物もチェイサーとかと一緒に飲んで、ね、お酒に弱いふりをしたりとか、ね、あの女性は、まあ、ちょっと言い方悪くなるかもしれないですけどね、生理とかもやっぱりあって、ね、体の機能には無理しちゃいけないところもあるので、まあ、そういうことを理由にあの別にできるとは思うんですけどね、まあ、それは。 難しい場合もあるかもしれないです。はい。まあ、食事制限はつらいと、もうそもそも思ってると。食事制限ってね、つらくないんですよ、実は。なんでつらいんですかねまあ、それ食べ過ぎ、飲みすぎだから、普段が食べ過ぎ、飲みすぎだっていうことに、まず気づかないと、食事制限はつらいですよね。当然。自分の食事量がもう分かんなくて、脳にもういつも入ってるものをよこせっていう指令が。 バンバン来てて、それに惑わされちゃってるだけなので、まずは、なので、まあ、そういう人は、あの、いわゆるライティングじゃないですけど、いつも食べてるものを、まずは食事制限いきなりするんじゃなくて、食べてるものを2、3日自分にチェックしてみるっていうので、まあ、だいぶ分かりますよね。うん。まあ、次に、運動しようと思う。もしくはしてるんですよね。こういう方。しかしですね、続かないんですよ。また行くのが面倒くさいとか、やり方が分からないとか。まあ、あの、いろいろなパターンになってしまって、行かない。 私,私のところに来ている人は、あのまあ、大体24回の方が多いんですけど、えー、途中で辞めた人に誰もいないんですね。やっぱり続けるっていうのですねコツがあるんですよ。で、なぜ続かないかっていうのはあ、いろいろその視点はあるんですが、うん、大きく分けて、まあ、無理をしてるなっていう感覚になったりとか、行きたくないっていう風になってしまうわけですよね。 それってやっぱりその、まあ、2人でやってる場合というか、私がこう寄り添った場合には、あのなんか先生と生徒みたいな関係になってしまうと、やっぱり話してたなとかなってしまうので、やっぱりそういう上下関係というよりは、対等な位置からまあこういう選択肢、選択肢をこう与えてあげることによって、それだったらできるなっていうふうなこう対応をしていると、まああの、自分で決めたことにもなりますし、それでも無理であれば、その手前で。 それではあの以前やってたこう、何、まあ、て言うんですかね、あの経験あの、怪我から体を治していくときも、絶対的に無理な状態なんですよね。だからこう、無理だったらその違うことで何かできないかっていうのを、まあ、いっぱい探していって、なるべくその体の状態を落とさないようにするっていうのがもう絶対前提なので。 まあそれに対してはどうアプローチするかっていうところは、まあ、これ食事がフォーカス結構おっしゃっていますけど、動きもそう含めてですね、まあ、これはねいろいろそのやり方がいっぱいあるので、うん、それが気になる方はちょっとお伝えいただければと思います。まあ、何かをやろうとしてもすぐ疲れるみたいな。結果、食べる横になるっていう、ねまあ、デブの象徴ですね。まあ、そもそも生活を送るだけで息が上がるとか、まあ、階段とか坂道とか、日常生活がねあのしんどいからね当然動かないですよね。 まあそれは日常生活をしんどくならない方法っていうのもあるので、まあ、その辺はまたお話ししようかなと思います。さあそれに対してですね、起こる現象、まあ、体に起こる現象ですよね。体重が増えると当然ですよ、ね。体重も増えるみたいな。そうするとまあ体の痛みが出たりとか、柔軟性が低下しちゃって、そうすると体重が悪くなっちゃって、疲れやすくなっちゃって、で、活動量が下がるから、でも体はあのもう動かなくていいんだったらそっちの方が居心地治くねってなって、で、また体重が悪くなりますよね。疲れますよね。活動量下がって、また体行法がいいですよね、みたいな。 で食べ物あるしその、すぐその場で寝れるしみたいな。要は生命が維持できればいいんですよ、太っても。どう脳にとってはですね、エネルギーを割きたくないわけですから、まあ、その状態の悪循環はかなりまずいというところですね。これに当てはまる人は、なるべく早くこちら、お声かけください。まあ、病気のリスクが上がります。病気にならないわけじゃないですよね。病気のリスクが上がるっていうところで、まあ、今、ね、多いのは糖尿だったり、腎臓病だったりとか、まあ、肝臓系の病気だったりとか。 この辺がやられてくると、もうだいぶ、うーんとまあ、年齢、年をかなり追う、10歳、20歳、30歳ぐらい、一気に老いてしまう。特にね、代謝系にまつわるところの負担が上がってしまうと、食べても食べても、うん、結局体の栄養にならないくなってしまうので、もうどうしようも回復しないみたいな状態になってしまいますから、特に糖尿病はね、あの糖尿病自体が怖いというよりも合併症が怖いので、 目だったり、神経系だったりとかですね、血管がやられてしまったりとか、もう,もう人間としての機能がだいぶ失われちゃいますからね、構造から機能をやられるという,もう最悪なパターンになってしまうので、まあ、できるだけ限り下げた方がいいかなと。ただ別にあの太って,てもこれにな,なるわけではないので、その、うん、いい位置っていうのがあるわけですよね。うん、太りすぎは良くないですけどね、まあその辺は あの個人差がすごくあるので、違いには言わないんですけど、はいでまあ、あとこれですね、メンタル弱くなるというか、マインドがちょっとね、こう下げマインドになるというか、どうせ私はできないとか、今まで失敗続きだからとか、まあ、成功したことないみたいな、そんな成功なんて、そんな未来はないと思い続けてる、まあ、これはも,もう過去からもうずっと太っ続けた人とかあの、ずっと体型に対して悩んでたりとか、まあ、自分ではこう痩せててもこう、逆に筋肉つけたいとかもそうですよね。 なかなか太れないとか、いろいろこう、体ってやっぱ見た目は大事だと見た目ってモチベーションとかにもなるので、やっぱりそういったこう、悩みってすごく多いんですよね。まあ、センシティブなものでもありますし、まあ、そこに対して僕はアプローチをしているので、うん。だから、まあ、そういう方ってこう、やっぱりこれらの多くのパターン、さっきこのパターン入れなかったんですけど、まあ、多くはやっぱりこう、睡眠もうまく取れてないのか、睡眠結構夜まで起きちゃって、ないがしろにしてたりとか。 うん、朝起きるのが辛いとかも入ってくるわけですよね。だから、まあ、よく食事、運動、睡眠のバランスと言いますけども、バランス何ってなるんですよね。どういうことなのっていう。24時間っていう時間は一応決まってるというところを考えると、そこでどうやって当て込むかっていうのがまあバランスだと思いますよね。どこでどれだけ使うか。 っていうのもそうですし、そのバランスを担保するためにどうするかってなると質が大事だと思うので、まあ、そういったところはですね、細かくすごくなってきてしまうので、まあ、こういったものを使いながら、皆さんにこうどれが一番伝えやすいかなっていう、まあ、体の仕組みを教ってることによって、やっぱりまあ僕はその動きを分析したりとか、動きを見るのがすごく好きなので、まあ、人間ってなんでそもそも動くんだろうと思ったら、新しい世界だったりとか、自分が知らない環境だったりとかを、 やっぱ見に行って、その環境にやっぱり適応するために体があの動いていって、脳に刺激を入れて、脳がまた反応を戻していってあの、体がそれに環境に適応していくっていう、まあ、生き物になるので、まあ、そうするとどんどん強くなってきますよね。そうするとやっぱりあの ね、世界はもっともっと良くなると僕は思ってますので、まあ、こういうですね情報を少しでも皆さんに役立てたらなと思いますので、まあ、これを見たこうこう感想だった,あったりとか、こういうことをもっとこう掘り下げてほしいとかですね、私はこうなんですとかですね、ぜひ、あのー、他の人には言えないお悩みだったりとか、まああのー、不安、妬みみたいなものね <laughs> ぜひぜひ、あのー、お伝えいただければ、今後の。あのー になりますしまあ、動画の質を向上できるかなと思いますのでぜひよろしくお願いしますではまた次の動画楽しみにお待ちしておいてください